テイともゆ、前回の追加でプレイしていきましょう。さて、すんでのところで助かったというとこからですね。米軍じゃないのか、さすがに。うわ、教官？らしい面構えになったか？教官、目かっこいい。全然声だけで分かんなかったな。士気がチャチすぎて自分が任官したことも忘れたのか。俺はもう貴様らの教官じゃないぞ。だってお前の名前のとこに教官って書いてあるから。だが調子に乗るなよ。だからといって貴様らこの絵の下っ端でもない。帝国軍の出戻り隊員だ。お、隊員なんだ。こちらウルフワン、マングスどもの安全を確保。もうぶっ殺していいぞ。了解。まことって書いてあるのかっけえやん。新選組じゃん。帝国軍の第三世代機94式知らない。いや違う、こいつは機動強化型の1型兵だ。94式1型兵。バカ食いと過敏な操縦特性に嫌われ100機で調達打ち切りの問題児だが、俺たちにはこれぐらいがちょうどいい塩梅でな。ありがとうございました、園田隊員。おかげさまで命拾いしましたわ。俺たちもこいつもこの絵に拾われたからな。女利息払いだ。では東堂助教や芹沢教官たちもこの部隊に。ああ、さっきまではな。二人とも一足先に九段に向かった。それにしてもよくやった。うちの中隊ですらすでに4機食われてるってのに、貴様らよくここまで生き残ったな。真田教官は私たちの誰が犠牲になったのかを把握している。真田隊員、戦況はどうなっていますか？広域データリンクがほとんど死んでいて状況がつかめません。両手腕に多少の機能低下。助かった。あれだけの衝撃を受けて済んだのは、あれだけの衝撃を受けてこの程度で済んだのは奇跡だ。高濃度重金属群による障害だそうでな。こっちも最新の状況ではないが、琵琶湖艦隊の全力砲撃もあって、今回投進してきた敵主力の7割はすでに肉片になった。だが第一、第二、最終防衛戦、加えて大阪市街がほぼ壊滅。組織的な軍事行動が機能しているのは京都外郭高地の内北とその東側だけだ。京都市街の西半分は関東の面制圧対象。上行、中行、東山、山下の4区以外はベータの浸透を許しているのが現状だ。京都御所一帯を死守するため、二条城駐屯地の狛江軍帝都鎮守連隊と二部駐屯地の俺たち帝国軍首都防衛連隊が全面展開している。加えて本土防衛軍の中部方面隊主力が琵琶湖につながる山科を死守するため出張っているところだ。すごい、山城さんの読みはほとんど当たっていた。五時真珠のこの主力まで直線で約7キロ、面制圧の迂回を考慮しても数十分の距離。ただそれも無数のベータが潜んでいる市街地を無事通り抜けることができればの話だ。俺たち別動隊の任務は物資を拾いながらこの戦域を入力し、大阪から北上して山科に向かうクソ虫どもを踏み潰すことだ。推進剤が心もとなくなって駐屯地に接近したところ、オープン回線が何やらやかましくてな、文句の一つも言ってやろうと乗り込んだ次第だ。大いで、貴様たちはこれからどうする？通信から察するに何の命令も残されていないはずだが。戦力分散の具は犯したくない。だとすればこのまま真田隊たちに同行を。いやダメだ、私たちはただの足止まとい、隊員の任務達成をより困難にしてしまうだけだ。それにこれはお前だ、ただの逃避でしかない。こんな状況でお世話になった隊員に再会してからすがろうとしてるんだ。
帝国コロネとしてベータの殲滅を望むなら、やらないことを選ばねば。どうする高村。私たちは二条城の本陣を目指し、コノエ本体に合流します。その上で新たな命令を受領するつもりです。そうか、貴様らが向かうのは紫外線の最激戦区だ。無論その途中に浸透している敵密度も高い。だったらまず京都駅に行ってみろ。京都駅ですか。烏丸中央口前のバスターミナルが臨時の物資集積所になっている。先日聞けなら一通りで兵装が揃うはずだ。うまくいけば簡単な整備を受けられるかもしれん。駅周辺は戦術機構1個中隊と機械化装甲歩兵1個大隊が守りを固めているが、万が一の場合は2部駐屯地に行き、助教だった斎藤中尉を探せ。何らかの融通は聞かせてくれるはずだ。持っていけ。俺しか分けてやるんだ。丸腰よりはマシだろ。ですが、それでは隊員が。俺が何だって。ふっ、舐めてるのか貴様。いいから受け取れ。ありがとうございます。ご後輩に感謝します。タイ殿、慎んで配慮します。この状況で消耗品である装備を分け与えていただくなんて。私たちが分けていただいたもの、それは真田隊が追う任務、部隊の命運、つまり命の重さなんだ。でもそれは。さて、同窓会はそろそろお開きだ。安心しろ、ベータには追撃させん。邪魔だ、早く行け。ありがとうございました、タイ殿。このご恩はいつか必ず。また会おう。あの時、そのくだらん美学を、多くの戦友を殺す。あの時、タイはこのような非合理を否定されていたんじゃなかったのか。この状況でタイたちが負った使命の重さを考えれば、この一連は全てが非合理。避けられた戦闘に介入し私たちを救ったことも、貴重な兵装を生き残るかさえ怪しい私たちに分け与えたことも、その理由がわからないのは私がまだ未熟だからでしょうか。結局繰り返しまうのか。俺は結局俺は親父の手のひらの上なんですよ、どこまで行ってもね。タイ、これをお使いください。残敵はもうすぐ片付きますので、しばしお待ちを。まあすまんな。合理を是として望んだ大陸での戦闘だが、積み重ねたのはおびただしい国士と惨状だった。自らが死に追いやった者たちの食材を求め、すがるように鍛錬したのは都合のいい美学、逃避が重ね続けた自己正当化、自己欺瞞、そして体温ある部隊指揮官への反発。その挙句、手にしたものは部下の命を道連れにした負傷と内地総監だった。それなのに俺は、お前たちこそ美学も合理も折り合いをつけられなかった。俺が生きる理由、そして今戦場に隣り合う者たちの成功さ、俺が戦う理由。なかなかどうして器用には振る舞えぬものに、大人になればできるだろうと鷹をくくっていたのだ。あるよなそれ。すまんな鷹は、俺もまだ答えにはたどり着いてないんだ。サナウタイ、やっぱかっけえな。駐屯地隣接地域の敵掃討完了しました。よし、ウルフワンより中隊前期、我らはこれより山科に向かう軍団規模のクソ虫どもを殲滅する。食い放題だ。ニブロの獰猛さを嫌というほど思い知らせてやれ。フォーメーションウィング3、中隊前進、最大戦速。ニブロ押し組だな。嵐山基地所属、近衛軍第332独立警護中隊、ステーションコントロール応答願います。
広域データリンクは依然ロスト。音信探知も大規模面制圧で当てにならず、満足な索敵は無理ですよね。味方の攻撃に怯えて、その探知が敵の迎撃頼みだなんて、皮肉もいいとこだわ。この状況、不機装軍船は十分にあり得る。目視の全周警戒お願い。ええ、分かってるよ。全機満身創痍。山城家は両腕のマニピュレーター損壊。戦闘は絶対避けるべき。こちら帝国軍嵐山基地所属、近衛軍第332独立警護中隊、ステーションコントロール応答願います。こんな開けたところは歩幅飛行できる代わりに露見リスクが高い。本当はランで、設置探索しながら市街地を通り抜けたいところだけど、面制圧の強振で建物の強度が当てにならない上、時間がかかって接敵リスクが増す。生存優先なら格闘軌道のスペースと視界の確保と必須。常に何かとトレードオフ、全てを満たす選択は私たちにない。だとしたら友軍拠点まで移動時間の短縮っていう最大メリットを選ぶ。こちら帝国軍嵐山基地所属、近衛軍第332独立警護中隊、ステーションコントロール応答願います。ずっと応答がないなんて、京都駅は大規模部隊が守ってるはずじゃないの。この先を抜ければ視界が通る。駅までどの道あと数秒、行けばわかることですわ。ご覧になって、京都駅ですわ。これは駅の外観を見る限り特に損害はないようですよね。そうだね。でも応答がない。戦術機構一個中隊と機械化装甲歩兵一個大隊が集積所を警護しているはずなのに、ここは念には念を入れるべきだ。減速して12時方向400で設置しましょう。そこで音信探査。消火管、まさかフォート級が。隠れるっていう考えはないだろうに。隠れてたのか。しまった、建物の鍵になって。ここまで来て。加速して強行突破よ。しまった。
待ち合わせした場所、ここは京都駅だ。ずいぶんがっちりしてるんだね。まあがっちりするか、この世界の京都駅は。どうしてもね、ガメラが戦ってた印象が強いんだけど、京都駅。私行かなきゃ、ただ道が待っている。泉だって休暇で帰ってこれるって。壊れたか。いつもの改札口で愛しい君が笑顔で迎えてくれることを願って。ただ道、待ち合わせはいつもの場所。早く会いたいな。ここで一旦区切ろうか。いや、マブラブ、これがしんどいんだよな。こういう重い展開が好きだからやってるのはそうなんだけど、やっぱしんどいな。でもこれがないとマブラブって感じしないんだよな。麻痺してんのかな。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。